ね、うん、まあじゃあたまにはまあね、じゃあ次はもうじゃあジョインしましょうよ、それは旅行に。たまには逆に今度みんな大人になったからということでどっか行くっていうのやりましょうよ今度ね。ああ、なるほどね。ね、うん、行ったってだって旅行行ったって割と別行動になるわけだからさ。いやそれはやな、俺らがだからそのこっちによって寒いから暖かいとこ行く、まあ結局はそのゴルフしたいから、うん、暖かいとこ行くねんけど、うん、でもさ今まではさお前らもちっちゃかったから別に連れて行かれへんし、うん、ああ一回お前連れて行ってほんま死にかけたことあったわゴルフ場行って。それはだってカート運転させるからでしょ。いや運転させるからってお前がちゃんと運転したらあんなことにはなれへんの。いやあれはだっていくつぐらいよ、中学、中学ぐらいになったらお前カートぐらい運転できるやろがよ。中学校1年とかか、うん、一緒にゴルフ行って。そうやんか、お前なんかその買い物行くんもいやいや言うて。じゃあ、女、お母さん人は、もう毎日買い物ですから、観光とね。そうやな。それについていくのももう鬱陶しいなって思うよ。そうやったら一緒に来たらええがな、言うて、うん。ゴルフ来たやんか。うん。お前、やっぱりそ、何もせえし、暇そうやから、お前じゃあお前カート運転せえって言って。ものすごい崖のコースの、ものすごい急なカーブを運転させたじゃない、だって。こっちはお前ゲームセンターでのドライブゲームしか。こっちはお前って誰言ってんだよお前っていうのはちょっとあれだって、こっちはもうこれねえ、ああいうゲームでしか運転したことないのに、そらだからゆっくり行きゃええやん。断崖絶壁のカーブを曲がらなきゃいけなくて、あれ曲がりきれんとお前曲がりって言ったら、ガードレール乗り上げて、そうやで、もうカートの前輪はもうだから、崖の外出て、グラグラグラってなってる状態で、一目散に逃げたでしょ。誰が浜田雅俊さん。お前、ふざけんなよ。いや。お前、そう、記憶おかしないか。いや、なってない。もう俺はもう、怖さで何もできないのに、パッて横見たら、もう、誰も乗ってもっと言えばもうゴルフクラブももう回収してる。いやいやいや、お前ちょっとお前そう記憶がおかしいで、ね、俺が掴んだんやバッとこっち。いやでもあれは本当に下手したら死んでたでしょ。いやもうあれは危なかった。まあいやだから、ね、そういうことを普通に一緒に回れるんやったらさ、うん、あそうね、それはまた楽しいけど、そうだね、はい、うん、まああの時はまだそういうのそう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 いうことがあるんであればね、うん、うん